頑張るだぞ。
ありがとうございます。何もなさそう。お父さんのおじいちゃんのうちってなんかかわいいな。ちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん。ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん。そうだね。メガウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。やっ、はい、
はい。ありがとうございます。じゃあな。おーい、おーい。ん、この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。わかりました、用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。こいつ浮いてるぞ。君、危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。今までに感じたことのない凶悪な気が。ところに家、誰かいるのかな。
ープでもなんとか勝てそう。ブルマさんの家ってここだよね。
どうしましょう。ひょひょひょ。了解。あれ？いえ。はい。そんな。ありがとうございます。
僕でも。はい、行くぞ。ここに来てからいろんなことがあったな。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出て行ってんだ。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが、
何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリーンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃ、僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人でのパーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。ぐふふ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみます。叫んじゃねえ。
やめてください。ひぇん、青い髪だし格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない、やめろ。は？のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みたいなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、本当ですか。そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか。え、ランチは俺だ。え、でも、青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。その、これで許してもらえます。うるせえ、死にたくなきゃとっととうせやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ、あんにゃろう修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。Thank you.
さんは見つかったんですけど、どこかに行ってしまいました。え、アランチさんならさっき帰ってきたぞ。え、でも、あら、今呼びました。え、あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして、私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか。さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。え、性格が変わるんですか。そうなんですよ、体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか、ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか。いえ、でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね、私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくて、とりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか。久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくじゃ、一緒に食べていくといい。はい。おい、言っておきたいけど、少し遅くなっちゃったかな。僕でも。よし、やってやるぞ。太陽拳。僕でも、なん
とか勝てそう。はっ、はい、行くぞ。太陽拳。ああ、やっていこう。はい、どれや、ふっ、よし、ごはんちゃん、もう帰ってきただか？あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか？そうか、うん、サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし、あ、ブルマさん、こんにちは。あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ。あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど。相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。 はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ、新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな。